どれだけペース Yes, yes, yes. どれだペース、どれだペース、どれだペース。工程としては、ハンダ付けって、要はハンダを塗るんですよ。で、ハンダを塗るのってプリントごっこみたいな仕組みを使って、ハンダのなんていうか、あのマスクっていうか、要はハンですよね。ハンを使って、ハンの上からハンダペーストベーってやるとハンダが塗れるんですよ。で、これがそのハンダマスクを使って、ハンダを塗る、ハンダ塗り機械。Yes, yes, ドルダペース、ドルダペース。この下の方で PCB の板が流れているところと、このマスク、つまりあの、まあ、なんていうか、ハンですよね。ハンを使ってハンダ塗ってるのが分かると思います。で、ハンダって適切な量をちゃんと塗るのが超大事なんで、だからこんなにカメラとかいっぱいついてて、どんぐらいちゃんと塗ってるかみたいなのを一応計算してます。一回やるごとに反応掃除とかも来て、で、カメラの掃除とかも来て、で、次のものを捕まえてやると。で、全部の一旦向こうまでのベルトコンベアがつながってて、この機械で制御されてて、それでここから送った、ハンダ塗った、部品を置いた、ハンダ付けしたみたいな風になっていく感じです。こういう板の上に物を乗っけていくことを板の表に乗るんで表面実装って言います。英語で言うとサーフェスマウンテッドっていうので、馬になる機械が、サーフェスマウンテッドテクノロジーマシン、だから一言で SMT ってそういうことです。It's just the first that's just the first step ゴルダインです。そう、質問ありますか？質問ありますか？ Are you using the 鉛フリーってなんだっけ？ローハスじゃなくてノスノス。 Are you using the ノスソルダリングペースト？ Yes. 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 シード別にあのすごい安いけど、コストダウンで商売してる会社じゃないんで、多分良いものを使ってると思います。で、ここであの前はここ人がいたんですよ。人がいて一個一個ハンダ塗れてるか見たんだけど、今は in the two years ago somebody in here and I check but now is automatic. Yes. あの this one is the industry 4.0. As I just said, if it's the high volume project, we will have the surface inspection here and very inspect the surface in the automatic.でオペレーターでダブルチェックやることもあるし、あと逆に小ロットすぎると監視のプログラム組むのも結構面倒いんで、人でやった方が早い時もあります。で、横に置いてあるこの機械がピックアンドプレイスマシーンっていうふうに別名では言う、部品を掴んで置いてくれるマシーンです。手の代わりです。すごいスピードで掴んで置いてるのが分かると思います。Yeah, you can see pick and place. Yes, the capacitor, resistor, and connector. Yeah, it is really the many of the small, small, small components. Oh, almost 0.1 millimeter? Yes, 1 millimeter. 0.0402. 0.0402, okay, okay, okay. Yes, if it's smaller to 0.0201 component, and we will, our operated factory can build that component. その例えばスマートウォッチ作ろうと思うと、基板むちゃくちゃちっちゃくする必要あるじゃないですか。で、すごいちっちゃい部品をすごいちっちゃい精度でやらなきゃいけなくて、だからマシーンがいるんです。それは人間では無理なんです。なんかこういうのをなんか100個とかやるの。で、そういうのやろうと思ったら、たとえ1個作るんでもマシーンを半日かかってプログラミングする必要があって、で、そうじゃなくてもマシーンのプログラムって半日くらいかかるんだけど、でも100個とか1000個作るんなら全然その後で回収できるので。逆に1個しか作んないし、肉眼で見えるものは手でやった方が早い。今 OLED ですね。おー、 OLED。 It's for software and the first one, the machine will check the part point of the PCB and then based on the... これカメラでちゃんと部品置いてるの見てんですよ。オプティカルトラック、一個一個見て、
いわゆる産業用ロボットと言っているのはこれのことです。もちろんもっとでかいのもあるけど、これもロボットで、でまた横にダブルチェックマンがいて、ダブルチェック、あと例えば USB のでかいポートとか、ちょっとでかすぎてピックアンドプレスマシーンにはまんないやつあるんですよ。そういうのだけ手で置いたりします。でもこの状態だと塗られたハンダの上に物が置かれただけで全く固定してないので、それであのオーブンで温めてハンダを溶かして固着して乾かして終わるみたいな一連の流れが発生しています。プロダクトライン、いや、リアリースモールクワンティティ、わお、10、基本的には200個ぐらい、100個、200個ぐらいから2000個ぐらいまではここで、逆にもっと多いものにはもっと多い用のマシンラインがあるんですよ。それはシーナが持ってるんじゃないんだけど、要は外注する外注するで逆に10個とかだと、まあ手でやるかみたいな話。で、ここでいろんなのが iPad が置いてあるのは、作業ごとに一応作業 ID みたいなのが振ってあって、iPad で作業 ID 記録してて、だから壊れたものがシールに入った時に何日のどの工程で壊れたか後で追っかけられるんですよ。なんだか分かんないけど特定のパーツがよく外れるとか、よく不良になる、何月何日いつ頃作ったっていうと、この時買ったロットが悪いかもしれないとか、そういうことが分かるので、もちろん最大限細かくトレーサビリティできた方がいいし、でもそうやってコストが上がるとそれはそれで良くないしみたいなせめぎ合いの中で、深圳の工場たちはクオリティを上げてます。シードはその中でも値段高くする代わりにいろんなことをなるべくやるみたいな方向で、その代わり外人の仕事しか受けないみたいな方向にかめてる。で逆にフォックスコンみたいな会社はもうスーパービッグボリュームをやるみたいなしかもクオリティも死ぬほど高いみたいな。リフレオーブン to severing the component on the very PCB as we start to give temperature here and the temperature we are higher here and to severing the component on the very PCB。これも一応どの辺に行くと何度ぐらいまで行くみたいなやつがあって、でハンダによって溶ける温度違うし、逆に熱くしすぎると壊れるマイコンとかあるんですよ。だから何突っ込んでるかによって温度微妙に変えなきゃいけないんだけど、そういうプログラムをまあエンジニアがやって、でこう行ってて温めて冷やして OK みたいな。じゃあテンパラチャー、テンパラチャーライン、テンパラチャーライン、and so the extra temperature and from the room temperature and from the big temperature and going down. Ah, 20 years old. 30. 30. How old are you? 30. 30. 30. How long working here? For 5 years. 5 years. 5 years. Oh. で逆にこういうエンジニアが日本で探すの超大変なんですよ、うん、こういう製造ラインでマネージャーやれる、でもまだ30歳いや、need free、 無縁ハンダしかここではやりませんみたいな話です。温度管理がちょっと難しい。そうYou are study in the school is electronics? Yes、my major in the high school is the automation design. Automation design. Yes. Okay. In the university or college or high school? After I graduated from high school, I worked in other company. Yes, the company like this. Oh, so your total experience is around 20 years. One, two, 12 years. Working start from 90 years old. How long are you working totally your professional career? Here is a 5 year. Yes. And
Total 5 years. 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 Yes. Yes. I used to work in JBL and it's produced automatic product like a lamp and a dashboard like this. 彼は高校でこういう生産ライン管理とかを、高校で勉強して、だから多分19歳から働き始めて、他のいろんな会社いくつか働いて25歳からシール。 And here is the selective with soldering. I saw the first time. I never saw yet. What is this? It's for soldering the through hole component. Through hole component. Okay, okay, okay. The breeder will insert component on the PCB. And the first area is the spread flux. Yes. To the component. 今回初めて見た。金本さんいない、金本さんか大場さん、金本さん、スルーホールの基板ってスルーホールのコンポーネントどういう時に使うの？スルーホールのコンポーネントどういう時に使うの？サーフェスマウントじゃなくて。それしかない時。なるほど、なるほど。スルーホールの方がいい時ってあんまりないの？例えばコネクタとかだと、固定が強力になる。SMT is the surface mount technology. Yes, yes, yes. And here is the through hole technology. Yes, the preheat. First is the spread flux, and second is the preheat. This is a very new machine, right? Yes, yes. Very, very new machine. I coming here the last year. I never saw yet. You bought this one is this year, right? Yes. And here is the soldering area. Yes, we can see from the soldering. これでもね、そうだな。We are soldering the header.俺ね、1月にもこう来てるんだけど、1月来た時にはこれなかったから、本当にすげえ新しいマシンだと思います。これはあのね、スルーホール基板といって、さっきの表面にマウントするんじゃなくて、穴開いてる穴にマウントする。穴の上にだいたいなんかマイコンって下に足が入ってるじゃないですか。あの足を穴にバコンって入れてハンダ付けするやつ。そうで、そういうのしかない部品とかもあるんですよ。で、そういうしかない部品も自動的に機械でやれる。でもその穴が開いてる部品ってハンダの塗り方が違って、このように穴の中にこう滑らかにハンダ塗るんですよ。基本スルーホールって、まあなんていうか人がハンダ付けするように作ってあって、機械用ではないんですよ。機械用ならサーフェスマウントした方が絶対いいんだけど、なんかでもスルーホール用しかない基板でも使う時があるから、こんな風にこの機械を使って。スルーホールでよくあるのは上からヒートシンク乗せるやつですよ。はい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 。いや、いつはベリーベリーニューマシーン、ベリーベリーニューマシーン。 And we carry to the quality check andこれももちろん終わった後クオリティチェック。逆にこっちはモアンドモアスモールスモールロットライド。いや、モアスモールクワンティティ。モアンドモアスモールクワンティティ。Like one piece, five piece. Yes, yes. The close area is for testing and hand soldering and assembly here. まずこのエリア全体が。こっち側のね、このこっからこっち側のエリア全体がテストとか、あと超小ロット用に全部手でやりますみたいな人たちのエリア。だからハンダスイートリッキーがあって、そう。スマホ修理屋みたいなこと。People looks very young. Yes, very young, yes. Very young. And we have, I think this guy had worked here for two years. Two years. Yes. Around 20 years old. Yes. He's very familiar with our product. Yeah.彼もそう、二十歳ぐらいでもうここで2年働いている。スーパープロハンダ付けがいるだし、あとシードって中でよくジョブローテーションやるんで、彼がハンダ付けしか分かんないわけでもなくて、いろんなプロダクトについて彼知ってるんですよ。そのこういうところで働く人が単なる目の前の作業しか見ないのと全体を見るのとすごい大きい違いで、ソニーの改善ってそういう話じゃないですか。シードはどっちかというとそっちをやろうとしてて、だからローテもするし、あとなんかいろんなこと分かるとちょっとだけなんかみんなから褒められるとか、ちょっとお金出るとか、なんかそういうのやったりとかしてます。 Here is the product testing. We can help the customer to build a simple test jig to test the product. Yeah, this is the test jig. And Seed is making the test jig yourself. Yes, if it's a high volume project, we can help to build the auto test machine. Yeah. これは一回ガチャってやると
テスターが中にものすごい数入ってて一瞬で全部テストしてくれるみたいな。でシードに例えば製造100個とか1000個とか頼むと彼らがジグの作り方とか教えてくれるので、それで一緒に製造ができる。ジグの中はアルディーノ入ってます大体。わお、リスピーカー、リスピーカー。これはシードのプロダクトの一つ、最近売り出し中、誰でもスマートスピーカーが作れるリスピーカー、はい、You can make own Google Alexa 作りたい。シードはそうやって有名なものがあったら全部自分で作れるにしようみたいなキットを超世界中に売ってます。 Making own smartphone by Reform、 Making own smart speaker by ReSpeakerMaking own computer by Raspberry Pi and PyTorp. You can make everything with seed. And here is the packing area. And there's two machines for the pillow.To make the panel to be visual one, and here is the two packing machine, just packing the product like candy. 梱包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 。And I really like that slogan. This is a seed. This is a maker. Yes. Okay. Ah, これか。And they are product packing. 梱包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 。あと俺はこの壁のスローガンが大好きで、みんな日本人だから漢字読めると思うけど、意味としてはまず自分でやってから人に要求しようっていうまさにメーカー。 You do first and request to other people. Yes, 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 yes. This is a seed. This is a maker. Yes. And here is the product. Yeah, product. Out. Mm-hmm. It's theおお、looks OEM project。 あ、OK、 We didn't need to take the picture。 これ OEM、 これ OEM、 これ撮ったらね、 No picture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 、 OEM、 OEM。 Yes。 This speaker is OK、 Seed product、 Open source hardware。 This is OEM、 Not open source。 Don't take the picture。 Seed はもちろん OEM もやっています。OEM で箱まで作ってくれて、でしかもシードのバザールっていうマーケットプレイスに乗っけてくれて、注文があったら世界中で発送してくれるところまでやってくれます。だから自分で発明だけしてて、この発明いけるって思ったらシードに委託すると、委託販売が行われます。で我々スイッチサイエンスでは製造まではやってもらって、スイッチサイエンスに段ボールで送ってくれたらスイッチサイエンス側で売るっていうサービスをやってます。同人誌の虎の穴と同じようなことのハードウェア版です。マーケットプレイスです。マーケットプレイスです。僕がこの間書いた原稿で、そのマーケットプレイスの扱い高がこの5年間だけで5倍ぐらいになってるんですよ。この5年間の日本の製造業でいいニュース1個もないんだけど、日本で自分で物を作って売る人っていうのは5倍に増えてるっていうのが超超いいニュースで、未来はここにあると思っています。シードもそうで、シードの部品を使ってシードで物を買って自分で DIY をやり、その DIY の成果がみんなが欲しがるものになったらシードに委託すると売るところまでやってくれて、気がつくとプロフェッショナルとしてメーカーでそれだけで食べられるようになるみたいな環境を作ろうというのがシードがやりたいことで、僕らスイッチサイエンスがやりたいこともそれはそっくりです。やっぱりあれいいですよね、あれ最高ですよ。金本さん、あのスローガン弊社も貼りましょうよ。俺あれね、まさにシードのスローガンだと思ってすごい好きなんだけど、あれね、意味合いとしてはまず自分がやってから人に要求しようっていう。なるほど。This is シードだし、 This is メーカーとかですじゃないですか。1個作ってから100個受注、発注みたいな。しかもなんか漢字だからすごいパワード感あるじゃないですか。シェンズをハオ
すみません、お願いします。先頭班は次回八王子。そうでも今自分でやることして人にお願いしましたから、はい、できなかった、できなかった、できなかった。和田さんは EU っていう世界の100均の、製品が全部そこで作られているという素晴ら世界最大のマーケットの中で、和田さん以外全員中国人という100何人の会社を経営しておられる。ここはだから製造のプロで、和田さんはそのディストリビューションのプロみたいな感じしてます。もちろん中国語ペラペラ。これさ、中国、伊藤さん、伊藤さん、はい、これさ、深圳の他の工場だとあんまり見ないよね。あんま見ない。深圳の他の工場ってさ、もう少しなんかの 4S とかさ、あの整理整頓しつけみたいな、あれは貼ってあるのね。みんなのトヨタ式製造法の本とか超読んでて、それはイノベーションとか無駄に。そうこれ多分俺、深圳で見ない気がするんだよね。これはね、まず自分でやってから他人に要求しようって意味です。This is maker って感じだし、This is seed っていう感じがします。ここはまさに請負い開発もやる人たちだから、でも自分で1個作ってから100個発注は分かるんですよ。1個も作れない人間が発注とかないみたいな。パワーポイントだけでプレゼントがない、パワーポイントだけでハードウェアスタートアップとかないみたいな、なんかそういういい言葉で。伊藤先生からもちょっとさっき読めなかったんで一言、すみません、どう発音するか言っていいですか。先做好自己再要求別人。CCTV みたいな。ちょっと OKOKOK。 レッツゴー。レーザーカッティング。Yes, the machine will move to the type. Oh, yes. Hey, we will go tomorrow. Okay, this way. And it's a fixture room. Yes. Motor has a fixture. これだから過去に作ったもののジグがもうバーンと置いてある。大品質少量生産なんで、もう大量のジグが、しかもシードはジグが基本的に自分たちの中にある程度とかで作ってるので、DIY 感あふれる工場です。あんまり中国の工場で見ないパターンですよ。そのなんかワーカー感がないというか、なんか全員なんとなく自分で考えて動いてるみたいな。ステンシル。そう、これ昔作ったステンシルの玉。We have total 1,500 active product now.Yes. Yes. この工場だけで1500種類のプロダクトを作っています。今現在アクティブなプロダクトだけで1500種類あります。その大変少量生産を大量のジグとこの大量のステンシルをちゃんとキープし、工員たちがある程度プロダクトを分かった状態で、それに合わせてなんかそろそろ在庫減ったから100個また作ろうかなとか、そういうことを繰り返して、こっち側のこれとかって、こっち側倉庫なんだけど、インターネットで作ってます。あとこれとか多分有名だからみんな知ってる、ストロービー、ストローを積み上げ作るやつ、シードでも作ってる。そう。OK、いいです。シェ。Here, SCM means a supply chain management. Yes.Seed have to buy the many of component. Seed have to talk with the logistics and also the management of the many product. That's the reason why his office is very busy. ホームリストから調達。そう。Thank you. Yes, you can just give me. Okay. Hi, 服を脱ぐ。靴のカバーを取る。